どうも、ちゃこ先生です。本日も好きなものについて好きに語って授業っぽくお届けしていきます。本日の授業のテーマは、ディズニー作品の曲です。ディズニー作品をよく見る生徒さんはもちろん、知らない人にもその魅力が伝わるようにお話ししていきますので、よろしくお願いします。それでは授業を始めます。お願いします。本日は、ディズニーの作品、まあ、アニメ作品ですね。結構限定しました。まず、ディズニーピクサー作品は、除きます。で、さらに、実写作品。近年ありますよね、美女と野獣とか。そういうのはちょっと今回は除外させていただきました。まあ、あれはないです。レディーゴーないです。もう最初に言っときます。アナ雪ありません。あの曲をもし授業するんだったら、まあ、あの曲単体で授業したいと思うんですけど、そこで紹介するにはね、ちょっともったいなさすぎるかなと思うんで、今回レディーゴーはありませんので、はい。ご了承ください。まずなんですけど、実は私、子供の時ね、ディズニー作品苦手だったんですね。で、何が苦手だったかっていうと、歌があるからっていうね。いや、今からその歌について、曲について喋ろうかって言ってるのに、その曲が原因で、ディズニー作品をちょっと敬遠してたっていう過去がありまして、子供の頃って、わかりやすく話が進んでいく、敵が出てきて、こう、倒すとか、目で見てパッとわかる、展開に興味がいくので、歌が入ると、歌歌ってる間ってしばらく、ストーリー展開がないじゃないですか。なので、なんか、じれったいなーって多分思ってたんですね。だから、ディズニーの曲、ディズニーの映画って絶対歌が入るから、あんまり見たくないなー、あんま好きじゃないなーって思ってたんですけど、大人になると、その、歌から感情の機微みたいなものが、やっとわかるようになってくるので、そこから、あ、ディズニーってなんか、歌ありきじゃねーかってことにやっと気づいたんですよね。そこからディズニーの曲が好きになりました。じゃあまず早速いきますね。一曲目は、美女と野獣より、プロローグです。まず、美女と野獣の作品が始まったら、もう一番最初に出てくる曲です。王子様が野獣になった経緯を、おとぎ話形式で映像が流れていくんですけども、その時の BGM に使われているのが、このプロローグっていう曲なんですね。で、この曲はピアノで始まる、曲でして、何が始まるんだろうっていう期待感とか不思議な感じ、もっと聞きたくなるような音がすごい使われてて、もうそこからまず引き込まれるんですけど、そのおとぎ話みたいな映像の BGM としてこう、まあ、引き込まれるっていう意味で好きなんですけども、それ以上にラストで野獣が元の王子様の姿に戻るシーンがあるんですけど、そこで使われている曲が奇跡の変身っていう、原曲名がトランスフォーメーションっていう、曲なんですけども、その音楽の中でこのプロローグで使われている、フレーズが結構出てくるんですね。で、それもちょっと長調でアレンジしてあって、プロローグっていう曲自体は短調なんですけど、この曲自体が最後の曲の変身で元に戻るところの、まあ伏線になっているというか、それが回収できるところなんですけど、まあ、そういう意味でも、物語の作りとして、まあ、音楽の構成としてすごい巧みだなっていうところで、もう、初めて聞いた時はすごい、その衝撃にやられまして、プロローグと最後の曲が繋がってるんだっていうところで、こう自分の中で、うわーってなったんで、はい。何回聞いてもゾクッとする曲ですね。はい。とってもおすすめですので、まあ、なんか、美女と野獣を、アニメ版をね、見る機会がありましたら、その最初の曲と最後の曲をちょっと比べながら、ぜひ聴いていただきたいなと思います。はい。2曲目は、アラジンから、フレンドライクミーです。フレンドライクミーは、結構、みんなさん知ってらっしゃるんじゃないかと思うんです。かなり有名でね。ジーニーが暴れ回る曲ですけども、まあ、何が好きかっていうと、とにかく、ジャズテイストなんですけど、この曲、めちゃくちゃかっこいいんですね。軽快で、すごいテンポも本当に速くて、乗りやすい。で、常にスイングしてるんで、もうなんかこっちがね、乗ってきちゃう。乗らないと聴けない曲っていう感じなんで、すごい盛り上がります。で、
あと個人的にこの曲ね、あの演奏したことがあるんですよ。私中学校からトランペットをやってて、まあ機会があってね、このフレンドライクミーを吹いたことがあるんですけど、あのね、最後でね、すごい畳みかけてくるシーンがあって、あのサビにかける煽りがね、すごいかっこいいところがあって、そこの掛け合いみたいなところでめちゃくちゃ盛り上がるんですよ。タラララララタラララタタンっていうところがあるんですけど、後半でね、曲のそれがめちゃくちゃかっこいいので、それ吹いてて楽しいんですよ。なので、まあ、この曲は外せないなというところですね。はい、ぜひ、聞いてみてほしいと思います。3曲目は、これちょっとね、せこいんですけど、1曲ではなくてですね、2曲セットでお伝えしますね。まず、ライオンキングのサークルオブライフっていう曲と、ライオンキング2の、私たちは一つという曲です。この曲はセットでおすすめしたい曲ですね。主人公シンバっていう、まあ、最初、ちっちゃい子ライオンなんですけどね。そのライオンが、まあ、次期王様だということで、まあ、今王様である父親のムファサっていう、強いライオンがいるんですけども、で、そのムファサがシンバに、こう、お前は王様になるんだぞっていうことで、王様としての、まあ、心構えっていうか、すべての命を守る。すべての命が生きる、この、プライドランドっていう場所に住んでるんですけど、そのプライドランドを、しっかり収めていくんだぞ、シンバっていうところのシーンで流れる曲なんですね。まあ、オープニングで流れるので、まあ、よく皆さん知っておられる、めっちゃ有名な曲なので、知っておられると思うんですけども。で、要は、父親が子供に、こう、語りかけるシーンで、この曲って流れてるんですよ。映像もそういう感じなんですね。で、そのライオンキング2の私たちは一つっていう曲も同じように、親ライオンと子ライオンが出てきて、そのコミュニケーションの、まあ、描かれている BGM としてこの曲が使われるんですね。で、この時の親ライオンっていうのは大きくなったシンバです。さっき子供だったんですけど、そのシンバが王様になって父親になっていると。で、その子ライオンというのは、今度は、シンバはオスでしたけど、次は、女の子の、ライオンで、キアラと言います。めっちゃ可愛い、メスライオンで、すごい好奇心旺盛でね、シンバによく似てるんですけども、この二人が、また語り合うシーンで流れるんですね。で、この曲二つとも、どっちも、すごい壮大な曲でして、まあ、親子の絆であったり、弱肉強食みたいな、こう、大きい生命としてのつながりみたいなことが歌われている曲なんですけども、まあ、似たようなテーマについて歌われた曲が、同じように、親と子供っていう、人物、まあ、ライオンですけど、が、出てくるシーンで使われているっていうのが、こう、作品を超えても同じことをこのライオンキングっていう作品シリーズが伝えたがっているんだっていうのがわかるので、この二作品見ないと、この曲、この二つの曲の良さがちょっと伝わりにくいのかなって思うんですけど、はい、ぜひ、サークルオブライフの方を知ってる方は、ライオンキング2の方の、私たちは一つという曲も、ぜひね、聴いていただきたいなと思います。いよいよですね、最後になります。四つ目は、ラプンツェル、塔の上のラプンツェルより、自由への扉です。この曲はですね、タイトルが出るときにちょうど流れ始める、曲なんですけども、まあ、ラプンツェルっていう女の子が、まあ、主人公のお話で、塔の中からずっと出たことがないっていう、子なんですけども、まあ、あれですね、リトルマーメイドのアリエルみたいなもんで、外に対してのこう憧れがすごい強い子なんですね。まあ、ラプンツェルは塔の中でしか過ごしたことがないので、こう外の世界、塔以外の世界への憧れがすごい強い子なんですけども、でその子が、まあ、塔の中での生活に飽きちゃって、私の本当に楽しい生活っていうか人生はいつになったら始まるんだよっていう曲なんですね。まあそういう感じの曲なんですけど、めちゃくちゃこう明るい感じで歌われているので、そんな悲しい曲では全然ないんですけど、でディズニーの曲っていうのはたまにリプライズ版っていうのが
くっついてくることがあって、この曲はリプライズがあるんですね。で、リプライズっていうのは、まあ、日本語に訳すと、再現とか反復っていう意味があるらしくって、要は、同じ、ほぼ同じメロディーなんですけども、2回目使われてくるときにちょっとアレンジしてあったりするんですね。で、ラプンツェルのこの自由への扉っていう曲も、その曲が最初に流れたすぐ後に、ラプンツェルが実際に外に出られるんですよ。初めて地面をね、裸足の足でこう踏んで、外の世界に出れたっていう感動を歌にする時があるんですけども、そこでのリプライズ版がね、やばいですね。もう今から私は外に出て、新しい世界へ踏み出すんだっていう、こう、喜びの爆発であったり、なんて言うんですかね、こう、やっとみたいな。やっと私の人生始まったわみたいな、期待感みたいなものがすごい出てて、すごいんですよ、フィナーレ感がね。なんかもう、ミュージカル音楽みたいな感じの終わり方をするので、めっちゃ聴いててね、爽快感があります。はい、おすすめですね。で、まあ最後に、ちょっとまあおまけという感じで、同じくラプンツェルからなんですけども、これはインストです。インストで、王国のダンス。現代がキングダムダンスです。どこで使われている曲かと言いますと、ラプンツェルが自分の誕生日に空に上がる光を求めて王国に戻ってくるんですけども、その時にこう、城下町でね、まあ、なんか、お祭りみたいなのやってて、その時のバックミュージックで流れてる曲なんですけど、私はもともとですね、結構アイリッシュの曲が好きで、そういう、なんだろう、バグパイプとか、ああいう系の楽器が鳴ってて、で、すごい、テンポが速くってね。っていう曲が結構好きなんですけども、アイリッシュの要素がすごく入ってる曲なので、めちゃくちゃ乗れるんですよ。この曲、多分ね、1分ぐらいしかないと思うんですけど、すごい印象的で、知ってる方というか、わかる方、聞いたら、ああ、この曲好きってなる方も一部いらっしゃるんじゃないかなと思うので、おすすめですので、ぜひね、聞いてみてほしいと思います。はい。ちょっと駆け足になってしまいましたけれども、いかがでしたでしょうか。これからもね、好きを伝える楽しさをお届けしてまいりますので、応援の方でよろしくお願いします。で、またなんかリクエストとか、なんかこの曲について喋ってほしいとか、ディズニーのこの作品について喋ってほしいとかでもいいので、なんかリクエストみたいなものがあったらコメント欄の方にお願いします。感想なども、めちゃくちゃ募集してますので、長文歓迎です。長文大歓迎。私は長文に対して長文で答えますので、はい、お待ちしてます。よろしくお願いします。はい、じゃあ本日の授業は以上です。ありがとうございました。